うん。芥川龍之介。目の荒いすだれが入り口にぶら下げてあるので、往来の様子は仕事場にいてもよく見えた。清水へ通う往来は、さっきから人通りが絶えない。コンクをかけた奉仕が通る。壺装束をした女が通る。その後からは、珍しく、雨牛に引かせたアジ車が通った。 それが皆まばらなガマのすだれの目を右からも左からも来たかと思うと通り抜けてしまう。その中で変わらないのは午後の日が暖かに春をあぶっている狭い往来の土の色ばかりである。その人の往来を仕事場の中から何ということもなく眺めていた一人の青侍がこの時 ふと思いついたように、あるの末物作りへ声をかけた。相変わらず、観音様へ参拝する人が多いようだね。さようでございます。末物作りは仕事に気を取られていたせいか、少し迷惑そうにこう答えた。が、これは目の小さい、鼻の上を向いた、どこかひょうきんなところのある老人で、 顔つきにも様子にも悪気らしいものは微んもない。着ているのは朝の塊であろう。それになえたもみえぼしをかけたのが、このごろ評判の高い飛ば草城の絵巻の中の人物を見るようである。私も一つ日産でもしてみようか。こううだつが上がらなくちゃやりきれない。ご冗談で。 何これで良い運が授かるとなれば、私だって新人をするよ。日産をしたって、賛同をしたって、そうとすれば安いものだからね。つまり、神仏を相手に人商売をするようなものさ。青侍は、年そうな上調子な物言いをして、下唇を舐めながら、キョロキョロ仕事場の中を見回した。 竹やぶを後ろにして立てた、わらぶきのあばら屋だから、中は鼻が使えるほど狭い。が、すだれの外の往来が、目まぐるしく動くのに引き換えて、ここでは、亀でも兵士でも、皆赤ちゃけた瓦けの肌を、のどかな春風に吹かせながら、百年も昔からそうしていたように、ひっそりかんと静まっている。どうやら、 この家の胸ばかりは、ツバメさえも巣を食わないらしい。沖が返事をしないので、青侍はまた語を継いだ。おじいさんなんぞも、この年までには、随分い,いろんなことを見たり聞いたりしたろうね。どうだい、観音様は、本当に運を授けてくださるものかね。さようでございます。 昔は、おりおり、そんなこともあったように聞いておりますが、どんなことがあったね。どんなことと言って、そう一口には申せませんがな。しかし、あなた方は、そんな話をお聞きなすっても、格別面白くもございますまい。かわいそうに、これでも少しは新人気のある男なんだぜ。 いよいよ運が授かるとなれば、明日にも。新人儀でございますかな商売儀でございますかな沖縄、み尻にシワを寄せて笑った。こねていた土が壺の形になったので、やっと気が楽になったという調子である。神仏のお考えなどと申すものは、あなた方くらいのお年では、 なかなかわからないものでございますよ。それはわからなかろうさ。わからないから、おじいさんに聞くんだねいやさ、神仏が運をお授けになる、ならないということじゃございません。そのお授けになる、運のよしあしということが。だって、授けてもらえばわかるじゃないか。いい運だとか、悪い運だとか。 それが、どうもあなた方には、ちっと、お分かりになりかねましょうて。私には、運のよしあしより、そういう理屈の方がわからなそうだね。日が傾き出したのであろう。さっきから見ると、往来へ落ちるものの影が、心持ち長くなった。その長い影を引きながら、頭に桶を乗せた。 物売りの女が二人、すだれの目を横に通り過ぎる。一人は手に宿への土産らしい桜の枝を持っていた。今、西の位置で海藻の店を出している女などもそうでございますが。だから、私はさっきからおじいさんの話を聞きたがっているじゃないか。二人は、 しばらくの間黙った。青侍は爪で顎の髭を抜きながらぼんやり往来を眺めている。貝殻のように白く光るのは大方、さっきの桜の花がこぼれたのであろう。話さないかね、おじいさん。やがて眠そうな声で青侍が言った。では、 ごめんをこむって、ひとつ、お話し申しましょうか。またいつもの昔話でございますが。こう前お経して、末物作りの沖縄、おもむろに話し出した。日の長い短いも知らない人でなくては、話せないような、悠長な口ぶりで話し出したのである。 もう、かれこれ三四十年前になりましょう。あの女が、まだ娘の自分に、この清水の観音様へ、癌をかけたことがございました。どうぞ一生安楽に暮らせますように、と申しましてな。何しろその自分は、あの女も、たった一人のお袋に死に別れた後で、それこそ、 日日の暮らしにも差し支えるような身の上でございましたから、そういう願をかけたのも、まんざら無理はございません。死んだお袋と申すのは、元白紙者の巫女で、ひとしきりはそう流行ったものでございますが、狐を使うという噂を立てられてからは、めっきり人も来なくなってしまったようでございます。これがまた、白輪型の、 年に似合わずみずみずしい大柄なばあさんでございましてな。何様、あの様子じゃ、きつねどころか男でも。おふくろの話よりは、その娘の話の方を伺いたいね。いや、これはご挨拶で。そのおふくろが死んだので、あとは娘一人の痩せ腕でございますから、いくら稼いでも、 暮らしの立てられようがございませぬ。そこで、あの器量のよい、理髪者の娘が、おこもりをするにも、つづれゆえに、あたりへ気が引けるという始末でございました。へえ、そんなにいい女だったかい。さようでございます。気立てといい、顔といい、手前の欲目では、 まずどこへ出しても恥ずかしくないと思いましたがな。惜しいことに、昔さあね。青侍は色の冷めた藍の水管の袖口をちょいと引っ張りながらこんなことを言う。沖縄は笑い声を鼻から抜いてまたゆっくり話し続けた。後ろの竹やぶではしきりにうぐいすが鳴いている。 それが三七日の間おこもりをして今日が満画というようにふと夢を見ました何でも同じお堂に参っていた連中の中にむしの坊主が一人いてそいつが何かだらにのようなものをくどくどずしていたそうでございます大方それが気になったせいでございましょううとうと眠気がさしてきても その声ばかりは、どうしても耳を離れませぬ。とんと、縁の下で耳すでも泣いているような心持ちで。すると、その声が、いつの間にやら人間の言葉になって。ここから帰る道で、そなたに言い寄る男がある。その男の言うことを聞くがよい。と、こう聞こえると申すのでございますな。 はっと思って目が覚めると、坊主は、やっぱりだらに三枚でございます。が、何と言っているのだか、いくら耳をすましてもわかりません。その時、何気なく、ひょいと向こうを見ると、常夜灯のぼんやりした明かりで、観音様のお顔が見えました。日頃拝み慣れた、単言微未明のお顔でございますが、それを見ると、 不思議にも、また耳元で、その男の言うことを聞くがよい、と、誰だか言うような気がしたそうでございます。そこで、娘はそれを観音様のお告げだと、一途に思い込んでしまいましたげな。はてね。さて、夜が更けてから、お寺を出て、だらだら、下りの坂道を五条へ下ろうとしますと、 あのじょう、うしろから、おとこがひとりだきつきました。ちょうど、はるさきのあたたかいばんでございましたが、あいにくのやみで、あいのおとこのかおもみえなければ、きているものなどは、なおのことわかりません。ただ、ふりはなそうとするひょうしに、てがむこうのくちひげにさわりました。いやはや、とんだときが、まんがんのよにあたったものでございます。 その上、相手は、名を聞かれても名を申しません。ところを聞かれてもところを申しません。ただ、言うことを聞けと言うばかりで、坂下の道を、北へ、北へ、抱きすくめたまま、引きずるようにして連れて行きます。泣こうにもわめこうにも、まるで人通りのない自分なのだから、仕方がございません。ははは、 それからそれから、とうとう八坂寺の塔の中へ連れ込まれて、その晩はそこで過ごしたそうでございます。いや、その辺のことなら、何も年寄りの手前などがわざわざ申し上げるまでもございますまい。沖縄、また目尻にしわを寄せて笑った。往来の影はいよいよ長くなったらしい。 吹くともなく渡る風のせいであろう。そこここに散っている桜の花も、いつの間にかこっちへ吹き寄せられて、今では雨打ちの石の間に点々と白い色をこぼしている。冗談言っちゃいけない。青侍は思い出したように、顎のひげを抜き抜き、こう言った。それでもうおしまいかい それだけなら、何も、わざわざお話申すがものはございませきなは、やはり壺をいじりながら、夜が明けると、その男が、こうなるのも、大方、すくせの縁だろうから、とてものことに、妙とになってくれ、と申したそうでございます。なるほど。夢のお告げでもないならともかく、娘は、 観音様のおぼし飯通りになるのだと思ったものでございますから、とうとうかぶりを縦に振りました。さて、形ばかりの逆付きとを済ませると、まず、当座のようにと言って、とうの奥から出してきてくれたのが、あやを十匹に、きのう十匹でございます。この真似ばかりはいくらあなたにも、ちっと難しいかも存じませんな。 青侍はニヤニヤ笑うばかりで返事をしない。うぐいすももう泣かなくなった。やがて男は日の暮れに帰ると言って娘一人を留守に慌ただしくどこかへ出て参りました。その後の寂しさはまた一倍でございます。いくら理髪物でもこうなると さすがに心細くなるのでございましょう。そこで心晴らしに何気なく塔の奥へ行ってみると、どうでございましょう。あやや絹は愚かなこと、修玉とか砂金とかいう金目のものが川後にいくつともなく並べてあるというじゃございませんか。これにはああいう気丈な娘でも思わずと胸をついたそうでございます。 物にもよりますが、こんな宝を持っているからは、もう疑いはございません。はぎでなければ、物取りでございます。そう思うと、今までは、ただ寂しいだけだったのが、急に怖いのも手伝って、なんだか片時もこうしてはいられないような気になりました。何様、悪く方面の手にでもかからうものなら、どんな目にあうかもしれません。 そこで、逃げ場を探す気で、急いで戸口の方へ引き返そうといたしますと、誰だか、川後の後ろから、しわがれた声で呼び止めました。何しろ、人はいないとばかり思っていたところでございますから、驚いたの驚かないのじゃございませぬ。見ると、人間とも生こともつかないようなものが、砂金の袋を積んだ中に、 丸くなって座っております。これが、目腐れの、シワだらけの、腰の曲がった背の低い、六十ばかりの甘胞子でございました。しかも、娘の思惑を知ってか知らないでか、膝で前へ乗り出しながら、見かけによらない猫なれ声で、初対面の挨拶をするのでございます。 こっちはそれどころの騒ぎではないのでございますが、何しろ逃げようという巧みを蹴どられなどしては大変だと思ったので、しぶしぶ川子の上に肘をつきながら、心にもない世間話を始めました。どうも話の様子では、このばあさんが今まであの男の水しか何か勤めていたらしいのでございます。が、 男の商売のことになると、妙に一口も話しません。それさえ、娘の方では気になるのに、そのアがまた少し耳が遠いと来ているものでございますから、一つ話を何度となく言い直したり聞き直したりするので、こっちはもう泣き出したいほど気がじれます。そんなことが、 かれこれ昼まで続いたでございましょう。すると、やれ清水の桜が咲いたの、やれ五条の橋武神ができたのと言っているうちに、幸い年の加減か、このばあさんがそろそろ居眠りを始めました。ひとつは、娘の返答がはかばかしくなかったせいもあるのでございましょう。そこで、娘は檻を測って、 相手の寝息を伺いながら、そっと入り口まで張っていって、戸を細めに開けてみました。外にもいい塩梅に人の気配はございませぬ。ここでそのまま逃げ出してしまえば何事もなかったのでございますが、ふと今朝もらった綾と絹とのことを思い出したので、それを取りにまた、 そっと川子のところまで帰って参りました。すると、どうした表紙か、砂金の袋にけつまずいて、思わず手がばあさんの膝に触ったからたまりませぬ。甘のやつめ、驚いて目を覚ますと、しばらくは、ただあっけに取られていたようでございますが、急に気違いのようになって、娘の足にかじりつきました。そうして、半分泣き声で、 早口に何か喋り立てます。切れ切れに言葉が耳へ入るところでは、万一娘に逃げられたら自分がどんなひどい目に遭うかもしれないとこう言っているらしいのでございますな。が、こっちもここにいては命に関わるという時でございますから、元よりそんなことに耳を貸すわけがございませぬ。そこでとうとう、 女同士のつかみ合いが始まりました。打つ、蹴る、砂金の袋を投げつける。針に巣を食ったネズミも落ちそうな騒ぎでございます。それに、こうなると死に物狂いだけに、ばあさんの力も馬鹿にはできません。が、そこは年の違いでございましょう。まもなく、娘が、 やと絹と小脇に抱えて息を切らしながら塔の戸口をこっそり忍び出た時には、アはもう口もきかないようになっておりました。これは後で聞いたのでございますが、死骸は鼻から血を少し出して頭から砂金を浴びせられたまま薄暗い隅の方に仰向けになって寝ていたそうでございます。 こっちは八坂寺を出ると、長貨の多いところは、さすがに気がさしたと見えて、五条京極あたりの知人の家を訪ねました。この知人というのも、その日暮らしの貧乏人なのでございますが、絹の一匹もやったからでございましょう。湯を沸かすやら、粥を煮るやら、いろいろ経営してくれたそうでございます。そこで、娘もようやく、 ほっと一息つくことができました。私も、やっと安心したよ。青侍は、帯に挟んでいた扇を抜いて、すだれの外の夕日を眺めながら、それを器用にパチつかせた。その夕日の中を、今しがた、白鳥が五六人、想像しく笑い教じながら通り過ぎたが、影は、 まだ往来に残っている。じゃあ、それで、いよいよ蹴りがついたというわけだね。ところが、沖縄大行に首を振って、その知り人の家におりますと、急に往来の人通りが激しくなって、あれを見、あれを見と、罵しり合う声が聞こえます。何しろ、後ろぐらい体ですから、 娘はまた胸を痛めました。あの物取りが仕返ししにでも来たものか、さもなければケビー氏の追っ手がかかりでもしたものか。そう思うと、もう落ち落ちかようすすってもおられません。なるほど。そこで、戸の隙間からそっと外を覗いてみると、見物の男女の中を方面が五六人。 それに、角の多さが一人ついて、物のしげに通りました。それから、その電柱に囲まれて、縄にかかった男が一人、ところどころ避けた水管を着て、絵星もかぶらず、引かれて参ります。どうも物取りを捉えて、これからその住みかへ、実録をしに行くところらしいのでございますが、しかも、 その物取りというのが、ゆうべ五条の坂で言い寄った、あの男だそうじゃございませんか。娘はそれを見ると、なぜか涙がこみ上げてきたそうでございます。これは当人が手前に話しました。何も、その男に惚れていたの、どうしたのというわけじゃない。が、そのな目めを受けた姿を見たら、 急に自分で自分がいじらしくなって思わず泣いてしまったと、まあ、こういうのでございますがな。まあ、ことにその話を聞いたときには、手前もつくづくそう思いましたよ。なんとね、観音様へ癌をかけるのも考えものだとな。だが、おじいさん、その女は、 それから、どうにかやっていけるようになったのだろうどうにかどころか、今では何不自由ない身の上になっております。その綾や絹を売ったのをとにいたしましてな。観音様も、これだけは、お約束をお違いになりません。それなら、そのくらいな目にあっても、結構じゃないか。外の日の光は、 いつの間にか黄色くゆうずいた。その中を風だった竹藪ぶの音がかすかながらそこここから聞こえてくる。往来の人通りもしばらくは途絶えたらしい。人を殺したって物取りの女房になったってする気でしたんでなければ仕方がないやね。青侍は扇を帯へ差しながら立ち上がった。 沖縄も、もうげの水で、泥にまみれた手を洗っている。二人とも、どうやら、暮れてゆく春の人、と、相手の心持ちとに、物足りない何者かを感じてでもいるような様子である。とにかく、その女は幸せ者だよ。ご冗談で。まったくさ、おじいさんもそう思うだろ 手前でございますか。手前なら、そういう運は、まっぴらでございますな。へえ、そうかね。私なら、二つ返事で、授けていただくがね。じゃあ、観音様を、ご信心なさいまし。そうそう。明日から、私も、おこもりでもしようよ。